海の向こうの大切な人に大切なものを届けます。今回の配達先はアメリカ合衆国の東部に位置する町ピッツバーグ。かつて鉄鋼の町として栄えたピッツバーグはかの実業家カーネギーを輩出した町。その中心にあるカーネギーミュージックホールは100年以上の歴史を誇るこの町の象徴です。ここでプロの金管楽器奏者として活躍する一人の日本人がいます。本場の吹奏楽を学ぶため高校卒業と同時に渡米、難関を突破しアメリカ最高峰のブラスバンドで夢を追い続けています。まだできるんじゃないかなって、もっと一人前になれるように、頑張りたいですね。そんな息子を支えたのは沖縄で飲食店を切り盛りし女手一つで彼を育てたお母さん。これを取ったらあの子何が残りますできなければ永住するぐらいの気持ちで頑張んなさいって。ここで頑張っていくことが本当に母への恩返しじゃないかな。夢を叶えるため、母への恩返しのため奮闘する息子に届けられた思いとは。すみませんね。沖縄とアメリカピッツバーグをつないでみたいと思います。行ってみましょう。こんにちは、はじめまして、グッドチキンの山口です。どうもお世話になります。よろしくお願いします。お願いします。お世話になります。今日は一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。息子さんの小一郎さん、アメリカのピッツバーグというところでプロの金管楽器プレイヤーをやってらっしゃると、金管楽器のこれどういう楽器なんですか？なんていう楽器なんですか？ですね、ユーフォニウムって楽器なんです。ユーフォニウム初めて聞きましたねそうですか。これ行かれたのは何年ぐらい前ですか？高校卒業してからです。まだ10代の時に、こう日本を出られたわけじゃないですか、お母さんとしてはその反対とか心配とかそういうのなかったですか？もう反対してもどうせあの子は行くっていうか、行くような子でしたから、それだったらもう大いに賛成して、気持ちよく生かそうということで。ちなみに今回こうちょっと気になるところとか見てみたいところとか。まず今の生活状況とか、その環境とか知らないんですよ、音楽、やっぱりそのために、お母さんとっても努力して送り出しているので、成果を見せていただきたいなと思います。わかりました。じゃあ早速見てみましょうかね。はい、見ましょう。小一郎さん、アメリカピッツバーグです。グッド。ピッツバーグで金管楽器奏者として奮闘する小一郎さんにお母さんの思いを届ける旅は距離にしておよそ11,000キロ、15時間。2本の川に挟まれるように広がる町ピッツバーグはかつて製鉄産業でアメリカ経済を支えた町。この地で成功を収めた鋼鉄王アンドリュー・カーネギー。町にはその名を冠した数々の文化施設が残っており、今もピッツバーグの象徴となっています。この日演奏会に出演するという光一郎さんを訪ねました。日本人の方がいらっしゃいますね。鈴木さんですか？鈴木光一郎さんですか？はい、ちょっとそちら行ってもよろしいですか？はい、お母さんに頼まれました。はい、やってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん何をされてるんですか？ウォームアップとちょっと準備ですね。セッティングしますね。この楽器って何の楽器なの？バリトンホーンという楽器ですね。あ、バリトンホーン。メロディーを持ったり、たまにあの伴奏を弾いたりと、いろんな感じで使われるんですけども、はい。ピッツバーグを拠点に活動するリバーシティブラスバンド。光一郎さんは28人のメンバーの中でただ一人の外国人。5年前にアメリカ全土で行われたオーディション、その難関を突破しバリトンホーン奏者に選ばれました。うわー、かっこいいな。リバーシティプラスバンド。
ブラスバンドは金管楽器を主体として編成されるバンド。映画音楽からアレンジしたクラシックまで幅広い音楽を演奏します。数多くのプロのブラスバンドが活動しているアメリカ。中でもリバーシティブラスバンドは30年の歴史を持つアメリカ最高峰のバンド。メンバーは20代から60代までトップレベルの演奏家が揃っています。I expect a lot from all of our players, but especially the... He is a big role to play, and he's an excellent musician, so it's easy for him to fulfill the expectations that I have. 演奏会が終わると、浩一郎さんは休む間もなく次の場所へ。もう何年でしたっけ？15年ですね。英語も大変やったんちゃうんですか？ね、もう英語大嫌いで高校の時英語が全然分からなくて何も言えずに何回も悔しい思いとかねありましたからね。本当に若い時は日本語ちょっと忘れてきて、もう今はもう忘れてきましたね本当にもう一番ですね、あの漢字が出てこないですねやってきたのは市内にあるフォックスチャペル高校。Is okay? Or do you feel to go somewhere? 実は浩一郎さん、過去にマーチングバンドに所属していた経験と演奏家としての実績を買われ、この高校のマーチングバンド部のコーチも兼任しています。へえ。わあ、かっこいい。He's the total package. He's an excellent musician. He's marched drum corps, so visually he brings a lot to our program, and his background in dance. マーチングの指導を始めてもう10年。今では生徒からの信頼も厚い浩一郎さんですが、実は彼も高校の時3年連続で全国大会に出場するほどのマーチングバンドの名手でした。そんな彼の人生を変えたのが高校でのアメリカ遠征。そこで見た本場のマーチングバンドに衝撃を受けた彼はマーチングや演奏技術を学びたいと渡米を決意したのです。母とは3年で帰国する約束でした。何が何でもこの3年間はマーチングやりたいって思ってですね、渡米するのを決めました。しかしその3年間でますますバンド演奏にのめり込んだ浩一郎さん、このアメリカで演奏を続けていきたいという思いが抑えきれなくなったのです。母に無理言って本当にアメリカに、送ってもらって、ダメな子供ですよね無理ばっかり言って母に助けてもらって。浩一郎さんの自宅はピッツバーグの郊外にあるアパートメント。浩一郎さん、ここはこのスタジオ兼、純烈の練習場所ですね。楽器の練習室も備えた 2LDK、 家賃はおよそ7万円です。 Hello. 婚約者のユリアですアメリカで出会ったユリアさんとは交際を始めて4年、秋には結婚する予定だそうです。これはいわゆるそうめんちゃんぽんですね。実家でたまに母が作ってくれたりはしますけどね、やっぱね、母の料理が一番いいですよね別に親戚に、Perfect. 和紙
自然に見れますね。I like Asian food. I told you what you talking about. No, he helped me. Yes, Koichiro. So everyone knew him, and he was like a big mystery. So it was hard to get to know him first. So I made my way through his friends. I became friends with his friends, and then I got to know him. So he was really cool. Oh, yo. Guess what? It was my third time today.金管楽器は気温や湿度などでも音色が変わる繊細な楽器。毎日の調整は欠かせません。違いますよね。はい、これはユーフォニウムですね。この楽器の方がもうちょっとですね、あの音色が温かい楽器ですね。あのバリトンに比べて。高一郎さんが演奏する楽器はバリトンホーンとユーフォニウムの2種類。形はほとんど同じですが、大きさは一回りほど違い、その音色にもそれぞれ特徴があります。こういう感じ の、 あのクリアなアーティキュレーションは この楽器はすごく簡単なんですけど、ユーフォニウムになるとちょっと違う、じゃないですか。やっぱり反響というか、そ う、 そうですね。ちなみにそのユーフォニウムって結構年季入ってるもんなんですね。そうですね、この楽器は自分の母が自分が高校の時に買ってくれたもので、それをずっと使ってます。今18の時に買ったら多分20年近いですよね。もう18年。高一郎さんが9歳の時に離婚。飲食店を切り盛りしながら2人の子供を育てたお母さん。そんなお母さんがお金を工面し買ってくれたのがこのユーフォニウム。プロの演奏家も使っている、とても高価なものでした。無理って頼んで感謝の気持ちでいっぱいです。もうだってね、本当にこれがなかったら多分やってこれなかったし、ずっとこれがあったから今ここでこうやって、うん、いろんなことできてるんで、うん、はい。渡米し15年、高一郎さんはこのユーフォニウムとともに夢を追い続けてきたのです。午後、そのユーフォニウムを携え、高一郎さんはある場所にやってきました。実は高一郎さん、ブラスバンド以外にも音楽活動を行っています。その一つが4人の金管楽器奏者で結成したリバーボトムカルテット。この日 CD リリースを記念したパーティーが開かれ、ファンや仲間たちが集まってくれました。 CD release party, it's obviously, you know, big night for the quartet. And for me personally, as a euphonium player, I've never been to a party. わー、いいですね、こういうのね。すごい。このバンドは普段伴奏に回ることの多いユーフォニウムの魅力を伝えたいと5年前に結成されました。翌朝、
どちらに行かれる？今日はカーネギーホールオークランドの方ね、コンサートがあるんで。この日は特別なコンサート。街の中心に位置し、ピッツバーグの象徴ともいえるカーネギーミュージックホールでの演奏会です。1901年、破格の予算をつぎ込み、6年の歳月をかけ完成したこのホール。天井から壁、座席に至るまで贅が尽くされた全米屈指のミュージックホールです。古いんですけどね、格式というか。そうですね、他のところと比べてですね、天井があるじゃないですか、ここってないんですよ。だからそのまま上に全部音が行くって感じですよね。これ一番やっぱりいいんじゃないですかね、ブラスバンドのやりがいはありますよね、はい。このステージに立てるのは演奏家の中でもほんの一握りだけ。この日は浩一郎さんがソロ演奏を務める楽曲もあります。ディバーシティブラスに所属して5年、今や浩一郎さんはこのバンドで欠かせない存在になりました。やっぱりここで頑張っていくことが本当に母への恩返しじゃないかなっていう気持ちで、今まで本当にひたすら、なんか走ってきたような気がしますね。いよいよ本番が近づいてきました。お母さんいかがでした？ VTR ご覧になった感想で。もう感無量っていうか、なんか胸がキュンとしました。うん、今でもずっとこう使い続けてるっていうふうにお聞きするとどうですか、うん、はい、お母さん。嬉しい。もうね、高校行きたくないってことがあったんだけども、はい、高校行くためにじゃあ楽器を買ってあげるから、ここ行ってって形で、こういうような感じで、あまりの高さにびっくりしましたけども、はい、でも今考えたら、頑張ってよかった。私はまた反対してたんですよ。この子はまた反対してたんですよ。お姉さんなんで反対してたんですか？やっぱりお母さんとっても苦労してるの分かってたので、はい、一人で頑張ってこう夜、お店を切り盛りして、私たち帰ってきた時にはもう仕事に行くって形だったから、はい、どうして こういうことをしてあげるのか理解できなかったんですよ。まあ、お姉さんと一緒はどっかちょっと甘えてるっていう感じの。そうですね、弟に対してね、はい。でもそれがもう結局その道というか人生をそっちにね、選んだわけですから。ちっちゃい時っていうのはもう小さい、もう本当の子供の時ですよね。どんな感じだったんですか、ポイチロさん。私の後追っかけてくるような。もうお姉ちゃん大好き大好きで、甘えん坊です。甘えん坊でね、お姉ちゃん後ついて。わかりました。でもいよいよちょっとこのあと大舞台といいますか、はい、コンサートの模様とお届け物をさせていただいているところ、引き続き見てみたいと思います。はい、お願いします。行きましょう。もう一度ピッツバーグです。と由緒あるカーネギーミュージックホールでの演奏会。この日は浩一郎さんのソロ演奏も用意されています。いよいよコンサートが始まりました。こんな音すんねや、生で聞いてるから。It's a piece called Donegal Bay, and it features a rather unusual instrument, the baritone horn there. Please welcome Koichiro Suzuki. Give him a big round of applause. Yeah.
一郎さんの演奏はピッツバーグの人々の心を動かしたようです。ふるさと沖縄を離れ15年、これからも世界中の人々を魅了する音色を奏でたい、そう願う浩一郎さんに日本のお母さんから届け物です。お母さんから届け物がこちらになります。あ、すみません、何ですかこれ、これ開けていいんですか普通に。日本を離れ15年、アメリカ最高峰のブラスバンドで夢を追い続ける浩一郎さんにお母さんから届け物です。こちらになります。あ、すみません、何ですかこれ、これ開けていいんですか普通に。はい、おお。届け物は浩一郎さんのコンサートのポスター、お母さんが作ったものです。会場は沖縄のお母さんのお店、日付は空欄になっていました。もう何年前ですかね、自分あの沖縄でリサイタルしたの。添えられた手紙にはこのポスターに込められたお母さんの思いが綴られていました。子供の頃、こうちゃんが吹奏楽をやりたいと言った時、私も友達が増えるといいんじゃないと言って、あれから25年近く経ちましたね。いつも大きなステージで演奏しているこうちゃんですが、いつの日かお母さんのお店でコンサートができたらいいなと思い、お姉ちゃんと一緒にポスターを作ってみました。さらに大きくなって帰ってくることを沖縄で願っています。うん、すいませんね。まあもうちょっと、そろそろね、もう生活も落ち着いてきたんでね、まあ1年に1回ぐらい帰れるように、すぐにはできないですけど、すぐに実行できないと思いますけど、近い将来頑張りたいと思います。いやいいですね、お父さん。ありがとう。帰ってこれる日にちにね、合わせていただいて書いていただいて。いいじゃないですか。まあ、ちっちゃいとこですけど、ぜひ実現してほしい。したい、うん。それが何よりも私のもとこれから生きがいかもしれないし。次回のお届け先はバングラデシュ。ここに世界一辛いと言われる唐辛子の加工に人生をかける日本人がいます。18歳で日本を飛び出し、バックパッカーとして世界を。My hands back and
still together when it ends.